皆さんこんにちは、稲尾くまです。今日は3分間でできる究極の腹筋ピラティスを行っていきます。特にインナーマッスルの腹横筋とアウターマッスルの腹直筋を一緒に鍛えていくので、よりお腹を引き締めていきたい方におすすめです。一緒に頑張っていきましょう。そしたらまずはこのように体育座りの姿勢になった状態からスタートしていきます。この時に骨盤がぐるっと後ろに傾いていると効果が薄れてきてしまうので、頭の方に体を引き上げて、なるべく骨盤をまっすぐした状態で座ってスタートします。このままゆっくりと上半身を半分倒して、また内側上まで持っていく。できる方は腕も一緒につけて行っていきましょう。はい、そしたらまずは上半身を半分だけ倒して、はい、そのままゆっくりと頭の方に伸びていきます。吐きながらお腹へこませて後ろ倒して、吸いながら引き上げていきましょう。ステイアップ。はい、じゃあできる方は手も一緒につけていきます。そのままゆっくりと後ろ半分まで倒したら、腕を上げながら体を伸ばしていきます。手を背中の後ろについたら、左膝胸の方に引き寄せてゆっくりと伸ばす。ステイイン。吐きながら床すれすれ目がけて足伸ばしていきます。はい、じゃあ反対足スイッチ、せーの、ステイイン。吐いて伸ばす。ゆっくりで大丈夫です。下腹部を引き上げながらお腹の内側の筋肉使ってこの動作を行っていきましょう。できる方両足一気に吸って引き寄せて、吐きながら伸ばす。ステイイン。吐いて伸びる。お腹下に沈めてやっていきましょう。はい、じゃあゆっくりと足を下ろしてきたら、もう一度骨盤をまっすぐに立てて、上半身を半分に倒して、はい、ゆっくりと頭の方に伸びていきましょう。できる方腕も一緒につけていきます。上に伸びるときに手を天井高く引き上げて、そのまま下腹部引き上げながら上半身半分倒す。はい、じゃあ手後ろに置いたら、左の膝胸の方に引き寄せて、吐きながら伸ばす。吸ってイン。骨盤なるべく丸くならないように、まっすぐに背中を正しくしてやっていきましょう。はい、じゃあ反対足スイッチ。ステイン。吐いて伸ばす。はい、じゃあできる方両足いっぺんに行っていきましょう。吸いながら膝胸の方に引き寄せて伸ばす。ステイン。吐いて伸びる。お腹下に沈めて、ラストできる方両手外していきましょう。上に伸びる。吸いながら引き寄せて、吐いて伸びる。ラスト1。はい、お疲れ様でした。ではゆっくり足をついたらコブラの姿勢に移っていきましょう。お疲れ様でした。お腹鍛えられたの感じられましたでしょうか。下腹部がポッコリした状態でこの動作を行うと、どうしても腰に負担がかかって痛めてしまうのと、なかなかお腹のトレーニングにもなっていかないので、しっかりとこのルーティンを行うときはおへそを下に沈めることを意識してやってみてください。よりインナーもアウターも鍛えられていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。皆さんこんにちは、リナークマです。今日はなんだっけ'Cause you can make it too